平成30年度全国学力学習状況調査で見られた課題から、6年電気の利用における指導事例を紹介します。今回の調査で、太陽の1日の位置の変化と光電池に生じる電流の変化の関係を、目的に合ったものづくりに適用することに課題があることが明らかになりました。そこでこの課題を受け、指導のポイントとして、目的を設定し、獲得した知識・技能を当てはめて用いるものづくりに取り組む場面を設定します。本次では、電気の性質や働きを利用してものづくりをしたり、日常生活に当てはめて見直そうとしたりすることができるようにすることを目標とし、これまで学習した電気の性質や働きを使ってものづくりをしていきます。本事例では、学んだことをもとにしたものづくりへの適用場面である 1. 機集の内容の確認と 2. ものづくりの計画を主とした授業の全体像を紹介します。本事例の詳細については、概要欄のリンク先を参照してください。今日は3年生からこれまでに学習してきたものを箱の中に用意しました。この中にそれぞれの箱があります。で、今までどんな学習をしてきたか、目の前のものを使いながら少し思い出してほしいと思います。ただ今日は、乾電池なんかも用意していますので、乾電池入れてつなぐ前には、ショート回路になってないかどうかだけは確認をお願いします。児童が学んだことをもとにしたものづくりへの適用ができるようにするには、目的を設定し、獲得した知識・技能を当てはめて用いるものづくりに取り組む場面を設定することが大切です。ね、とりあえずブザーを使ったりしたね。じゃあ大丈夫だなと思ったらスイッチ入れて、おお、光る。これ何年生の学習なの？そうだよね、3年生の時にこれはやったよね。回路ってことだね。じゃあこれまでの学習でね、やってきたことを紹介してくれる人いますか？どうぞ。光電池に光を当てて実験しました。実際に試してたよね。直列つなぎにすると、そのプロペラは早く回って、で並列つなぎだと一つの時と変わらない。コンデンサーで電気を止めたりしました。前回の授業なんかでやったのは、電気は何に使われてるとかってありましたよね。何変わってるんだっけ？光と熱と運動です。あと音。例えば光の時にどんなものを使ってきましたか？豆電球や、LED ライトなどが、ね、ブザーやオルゴール、プロペラとモーター、プロペラモーターモーターにつなげてプロペラを動かす、ね。これまでの学習で、電気の学習ではこういったことをね、電気の性質や働きを使って学習を進めてきました。今日はこれらを使ってものづくりをしていきたいと思います。今日じゃあやることは何て書けばいい？これまで学習したことを使ってものづくりをしよう。これまで学習した電池の、電気の性質とかを使ってものづくりです。これまで学習してきた電気の性質や働きを使ってものづくりをしようっていうふうに、ね、進めていきましょう。例えばライトを作ろうとした時にどんな用途があったりしますか？一つではないよね。こんなライトっていうふうになるよね。例えばさ、ライトを作った時にどんなライトかな？
じゃあ災害時用とか他にはどんなのがある？室内用とかね。じゃあこれみんな同じライトでいい？うん、じゃあこれだったらどんなライトになるかな。手回し発電機や、ソーラーパネルなど、災害時に自分の電池とかがなくてもその場で発電できるで使えるようなものを入れた方がいいと思います。発電所の最後は少ない電力で長持ちする LED ライトとかを使った方がいいと思います。じゃあ机用だったらどんなライトだったらいいの？机で勉強をしたりご飯食べたりするので、その場所だけ明るくするためになんかライトを移動できるやつがいいと思います。勉強する際にも光が強すぎては勉強ができないので光の調節ができるライトです。こんな風に、ね、それぞれの、ね、目的用途によってはかなりこの内容が変わってくるよね。こういう内容はね。なのでこれから電気の性質を使ってものづくりをしようと言ってももっと細かいところまで考えなきゃいけないよね。自分でそれぞれね、何用に使うのか、どんな目的で使うのかというところをはっきりさせないといけないと思います。今日はこの後ワークシートにこのように〇〇に使える何々を作るというふうに決めてほしいんです。目的を決めていくと今度はじゃあ何を使っていくかということになっていったり、このどんな性質を使っていくかってなったりします。いつでも使えるようにするには何が必要？手回し発電機ですね。電気の性質や働きでいうと発電を使えばいいってことと、手回し発電機っていう道具があればできそうだなっていうのが見えてくるよね。電気の消費が少ない LED ライトを使った方がいいと思います。どうしてそう思う？長く使いたいので LED ライトの方が長く使います。今やったみたいにこの後ですね、それぞれのワークシートに各場面各場所があります。作るものの目的、ものづくりで使う電気の性質や働きで、その下回路図、作るものの回路ということで、ここにどんなふうにつなげばいいかなっていうのを書いてください。でまずここまで。でさらにできる人は、じゃあ他にはこんな道具や材料も必要だろうなというのはこちらの枠の方にも、で目的に合わせて考えてほしいなと思います。自分たちで書く時間にしますので、それぞれどんな目的にね、しようかな、何々に使える何々を作るというところをね決めて取り掛かってください。どうぞ。このように本事例では電気の学習で使用したものを用意し、児童が自由に思考することができるようにします。そうすることで奇襲の内容を想起し、獲得した知識と技能の確認ができると考えました。次に奇襲の内容を確認しました。確認した内容は板書に整理し、ものづくりに役立てることができるようにします。さらに、これまで学習した電気の性質や働きを使ってものづくりをしようと提示し、ものづくりに取り組んでいくようにします。目的を設定したものづくりとするために、身近にあるライトを例にして、用途や使う場面などを考える必要があることに気づくことができるようにし、児童には〇〇に使える〇〇を作るという作るものの目的を明確にして、見通しを持ってものづくりに取り組むことができるようにします。このような工夫を通して学んだことをもとにしたものづくりへの適用ができるようにしています。道具を使いながら探ってもいいので、今思いつかないなって思ってる人はちょっと道具を使いながらやってみてください。どうやってやるんだろう。まあいいや、とりあえず回路がいいとして、大きいと、あ違う、大きいと、この間にスイッチ入れた方がいい。あじゃあこれさ、ちょっと紹介してもらうね。こんなの考えてるよ。私は災害時に使える小さくて長持ちするライトで、
ブザーを入れて周りの人に知らせるためのライトを作りたいと思いました。あれ無理やったな。気づいた。あ、見て弱いけど。弱いできた。それぞれが今ね考えているまだ途中の人もいるかもしれないんだけど、全体に紹介してもらいたいと思います。私は、暑い時に使える扇風機を作りたいと思いました。またいつでも使えるように電気をためるためにコンデンサーなどをつけました。電気を運動に変えたり手回しで電気をためたり発電をしました。回路図はこんな感じです。こんな感じで、他にも乾電池の数で明るさを変えることができるライトなどが作るものとして挙げられました。今のように全体でね発表してもらった人のように、完成している人もねいるかなというふうに思います。こういうふうに作りたいな、こんな目的で、またこの性質を使ってっていうところがはっきりしてきたと思います。でこの後の時間は少しそのワークシートに書いたことで隣の人がうまくできるかなとかいうように見合うことで、ね、ちゃんと、ね、自分がやりたいことができているかっていうのを確かめてほしいと思います。そういう時間にしますので、まだ仕上がってないところについてはしっかり仕上げながら、そしてできたなと思ったら隣同士でお互い見合いながら、完成にね、これを使えばできるよというところに近づけてほしいと思います。今日このね、いろいろ考えてみて感じたことをちょっと振り返りとして発表してほしいなと思うんですが、誰か今日の授業を振り返って発表してもらいたいと思います。3年生から6年生 の学習したことを利用すると、こんなにいろいろ なんか装置とか道具が作れるから、それはすごいなと思いました。作るものの目的を達成するためにいろいろ友達とかと話し合って工夫したりして作れてて良かったです。今日考えたことを元にしながら、次の時間では実際に作ってみたいなと思います。自分が作りたい目的ね、ここは決めました、ね、ぜひそれを具体的に作ってね、いけるようにしたいなと思います。その後ものづくりを行いました。目的を明確に持つことで、その目的に合わせて材料を変えたり回路を調整し制御するなどの様子が見られました。完成後は友達の作ったものやワークシートを見て感想を書き共有しました。共有する際は作品とワークシートを比べて、作ったものが目的に合ったものになっているか、これまで学習した電気の性質や働きを当てはめて用いているかを確認しました。ものづくりについての感想には、目的に合わせて工夫したことや学んだことが活かせたことが書かれていました。さらに、別の性質や働きを使いたい、学んだことを活かしていきたいという感想も見られました。本事例では目的を設定し、獲得した知識・技能を当てはめて用いるものづくりに取り組む場面を設定しています。このような指導を通して、学んだことをもとにしたものづくりへの適用ができるようになることが期待できます。